はいどうも、ザッチです。皆さんの学校ではありますか？頭髪服装検査的なやつ。まあうちの学校はありましたね、頭髪服装検査。ひどい。じゃじゃん。あ、本名じゃじゃん。見てくれこれを。違法項目の2番目、横髪が耳にかかるというところにチェックインが入りました。先生に何て言われたと思う？横髪にギリギリアウトかな。ギリギリアウトってなんやねん。ギリギリセーフやろ普通そこは。ギリギリアウトやねん。お前にギリギリアウトって言われる筋合いはねえんだよ。ないこともないな、先生だもん。それで僕は髪を切らないといけないんですけど、あいにくね、美容院とか散髪しに行く時間がないわけですよ。じゃあどうするか、自分で切りましょう。ですがただ切るだけじゃね、究極にかっちょいい髪型になってしまうので、明日朝起きてもうすぐにカメラ回して髪を自分でバッチリ切りたいと思います。美しい髪型になるには試練が必要だ。ということで、明日の朝になるのを待ちましょう。おやすみなさい。横なんで、横です。横です。痛いです。よっしゃ、切った。地味なんですけど、まあ切りました。じゃあちょっと家族にね、切ったんで、この髪の毛をちょっと見せていきたいと思います。ねえねえ。髪切ったんだけどさ、どう？ねえねえ、髪切ったんだけどさ、どう？へえ。もうやったクソかい。